プロデューサー、ちょっと話があるんだけど、今時間いいかな？ありがとう。うまく言えるかわかんないけど、私もっといろんなことをやりたいんだ。ううん、私ならもっといろんなことができるんじゃないかって思うんだけど、これってうぬぼれってやつかな？ありがとう。この前さ、一人でステージに立ってもいいライブができたなって思えたし、ルミナスだって私結構やれてるって手応え感じてるんだ。でもここがゴールって気は全然しないんだよね。むしろここからって感じ。あ、うん、私まだやってないこといっぱいあるし、やりたいこともいっぱいあるんだ。私まだまだ大きくなれるんじゃないかなって、そう思ってる自分のことを信じてもいいのかな？プロデューサー、どう思う？プロデューサーってば、私のこと信頼しすぎじゃない？でもめちゃくちゃ嬉しいかな。私を信じてくれる人がいるって心強いよね。ありがとうプロデューサー。やっぱプロデューサーのまっすぐな言葉聞くな。でもさ、夢は大きい方がいいけど、それってどこまで大きくなるんだろうね。ってちょっとセンチになりすぎかな。私らしくないよね。そっか、そういうものなんだね。私ちょっとおじけづいちゃってたのかな。私ね、自分が目指してるものがもうどうしようもなく遠くにある気がしてたんだ。いろんなアイドルに会ってライブも経験して、私の夢って届かないとこにあるのかなって、なんとなくだけどさ、そんな感じがしちゃってた。届かない夢なんてないよね。今までも遠い夢に手を伸ばしてきたんだもん。私やっぱりどんな瞬間もナンバーワンでオンリーワンの私でいたい。この気持ちが私のことをあげてくれる私の原動力になってるんじゃん。私そういうアイドル目指すから、改めてこれからもよろしくねプロデューサー。もちろん、これから私が夢を叶えていくところ見ててよね。それはそうだよね。てか未来の私にもわかんないかも。だって未来の私もきっともっと大きい夢見てるはずだし。
私が努力すればするほど私のことを信じられるってことかな。確かに努力すれば夢が叶うってわけじゃないけど、努力しないと叶うものも叶わないもんね。